こんにちは。こんにちは。大勢がポッドキャスト、毎日配信をしていて、それがいわゆるもうスマホでこう一発撮り、もうレックしてもう喋って、どんだけ詰まって言葉がまとまってなくても、もう一発で撮って10分ぐらい撮ったらもう配信するみたいなことをやってて、題して笑わず一発撮りチャレンジ。俺と福本と啓太3人で、大勢がレックしてるところに一人一人笑いを仕掛けに行って、大勢はもう一発撮りだから笑わずに平然ともう自身の啓蒙、他者啓発してもらって、だから声は出ちゃうから、笑っちゃうと。でだから3人の一人一人1個笑いのネタを用意して、まずは、俺からは、大勢がポッドキャストを始めたタイミングで、俺もポッドキャスト始めまして、ともひろ小倉のミッドナイトチューン、もう僕も10本ぐらい配信してます。大勢には内緒で、大勢は SNS やってないから、俺が SNS で発信してるけど大勢は見れてないんで、このやってますよっていう画面をちょっと見せようかなと。で1番手で2番手僕です。僕は、この黒板とチョーク使って大勢の目の前でまず絵を描き始めます。で完成したら彼にバッと見せると。なるほど。でその内容に関してはもうお楽しみで、はい、笑かしに行くような絵を描きます。はい、ここで笑うと思うな。ここでいやー、頑張るよね。で3番手啓太。大勢の中でも啓太って結構ツボじゃん。ツボやな。ツボだからもう単純にもシンプル。そう。もうここのゼロ距離で啓太がめちゃくちゃ変顔、最初目の前にマックス座って、5秒くらいじーって見て、もうそれだけで笑うと思うんだけど、そこからいきなりって近づいて変顔で収録が終わるからなあ、それで終わるか多分ほんまに無理やと思う。弱中強で弱中強でいきます。で最初いきなりやって俺がこう見せても企画を理解しないから、始まる前にレック始まったら啓太が紙持ってラウンドガールみたいに、今から何が起こっても笑わずにラジオを収録してくださいみたいな、バーッと一周してもらって、それ多分察するよ。それでこう認識してもらうから、そこからスタート、そこで大勢初めて知るっていう感じで準備していきたいと思います。準備していく。これ丸々出るわけじゃないのな。丸々出ない。どういう企画はもう俺は知らずにやったほうがいい。私も気にせず。皆さんこんにちは。祝2日連続ってことで、1週間ほど前に画面割れて修理した iPhone が今日も割れてしまい、泣きながらの収録となります。昨日熊谷で、ファンの人たちから熊谷でポッドキャスト聞いてますというのを6人7人くらいに言われて、そのSpotifyの再生数がだいたい100数回ぐらいしか、基本的に再生されてないんで、ほんまかいなって言ったんですけど、コメントやったかな、コメントか公式 LINE で言われて、やっぱ分散されてるみたいで、はい、で、今日は、コメントいただいたものって、多分表示されていないんですけど、ちゃんと届いています。で、こっちが多分公開ってしないとコメント表示されないようになって、皆さん届いてますということを伝えたかったです。多分届いてないと思って、皆さん公式 LINE の方でそのコメントの中で、一つ昨日何でしたっけが込めれるなら言ってはいけないことはないという、まあ大体それって相手がどう思うかというか、まあ、自分がどう思われるかというところを気にしていて、で、まあ、リスペクトできるような相手の場合はそれってそれを自分がちゃんと伝えた時に言うコストの方が高くつくんで、関係がこじれたり、まあ、何かしら言われたり関係がこじれたり、まあ、何かしら言われたりするんで、まあ別に関係性を前にできるものであれば、まあ、言う必要はないよねということで、そこまで思っていない相手であれば、まあ、基本的には別に言わなくていいかなとは思うんですけど、まあ、そうですね。あとは、まあ、僕の身近にあった、まあ、話でいうと、まあ、それまあ、やっぱこう繰り返すんですけど、言わないと前に進まない話の場合、それを言わないという選択を取った場合できないから、何をするかというとやなっていうふうに自分がそもそもこう、あとは、公式 LINE の方にくれたらと思います。ではバイバイ。お疲れ様でした。一発撮りだ。一発撮りだ。ああ、いや嘘じゃなかったね。嘘だと思ってたね。ちゃんともうちょっと我々ちょっと疑ってたから、一発撮りっての。一発撮りやけどすごいね。どこもかの辺は映せんの。いや、じゃモザイクよ。それはモザイクよ。もちろん。すごいね。もちろんモザイクよ。しかも大体あの見たらそれこう伏せられてもしばらく頭に残ってるから、話してることよりやっぱそっちにこう比重高まってまうねんな。ケイタのネギもしょうもねえやし、あれ今日やんな。今日話したことやんな。今日配信でね、これ見た人もう一回ポッドキャスト聞いてもらったらね。確かに2度美味しいから。いやいやいや、一発撮りだったの。僕らのあれはほんま、あれはもう俺もう10本ぐらい上がってるよ。実は次の日やった。うん、やるわ。視聴者おるよ。視聴者はね、10人ぐらい。 SNS やめてるやん、バンバンストーリーで。あ、そうなんだ。上げるたんびに上がりました。トモヒロ・オグラのミッドナイト・チューン。トモヒロ・オグラのミッドナイト・チューン、ぜひ聞き比べてください。いや、寝耳に一滴ドロップ聞いてくれよ、みんな、視聴者。まずそっからだろ。マジか。はい、っていう企画でした。なるほどね。いやー、まあ、じゃあ福本も一応俺喋っとったんで、気になる人公式 LINE の方で送ってきてくれたらその写真送るんで、ぜひこの機会に僕の公式 LINE に送ってください。公式 LINE で配布される。何を書いたか。はい、あれちゃんとあそこで書いてあるの。だって俺あの番組の時何も書いてない。フリースタイル。フリースタイルだ。はい、じゃあ皆さん聞いてください。はい、待ってます。ありがとうございます。再生の YouTube チャンネル登録して。あれで俺がポッドキャスト内で言ったら寒いしな。あ、そうだから最初にラウンドガールさせて。あこれ何も言わずに始めたら、今小倉がなんか前でいきなりやりだしたとか言いそうやから最初ラウンドガール言って。いやあれそのケイタが行った瞬間も一瞬間止まってんか。あれで気づいてくれておもろかったよね。よし始まったって俺らからしたら伝わった。もう頭の中の意識全部そっちで、何喋ってたっけなって始まって、接続したのバリ増えんねんで、ちゃんと練りやったなやっぱあの画像と見比べたらおもろいな。そうか、よかった。じゃあまずじゃあケイタ、視聴者の小倉の方もそうですね。俺ともひまで入れたらヤマピー抜かして黒。そうヤマピーのラジオあるけど、もうすぐヤマピーのやつより上にともひろくのミッドいっちゃうんだよ。そこまで来たね。視聴者少ないのに。じゃあポッドキャスト界、ポッドキャストラグビー界隈トップ1、2、そういうことだね。うん、夢じゃない全然。これはそれは夢じゃない。ほう配信して誰も今のところ2強よ。